こちです。これそれでは今回なんですけども、楽天ペイ対象店舗で決済したら5%ポイントバックのお得なキャンペーン、最大10%還元もということで、今回は楽天ペイの11月のキャンペーン情報がありましたので、サクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。対象点にて楽天ペイアプリで5%ポイントバックということですね。まあ以前も10%ポイントバックのキャンペーンが開催されていましたが、今回はそれの11月バージョン、なおかつ5%のポイントバックということになります。まずこのキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必要となってますので、参加される方は忘れず先にエントリーをしましょう。ちなみにエントリー期間は11月の1日から12月の2日となっています。 次に気になる対象店舗なんですけども、大きく分けて2パターンに分かれています。まあ、1パターン目の対象店舗っていうのは、ワタミグループのお店でして、キャンペーン期間は上に出てる通り、11月の1日から12月の2日までとなっています。まあ、順に読み上げていくと、ワタミ3代目鳥メロミライザカ TGI フライデーニクスタテックスメックスファクトリーオリーブチキンカフェご飯ワンズガーデンザワタミ日本マグロ漁業団唐揚げの天才銀マサ盛りつきという感じです。 ちょっと読み方間違えたらすいません今お伝えしたお店のキャンペーン期間っていうのは11月の1日から12月の2日までとなっています 二パターン目は、主にドラッグストアの富士薬品グループとなりまして、対象店舗のキャンペーン期間は、11月の1日から11月の15日までとなってます。まぁ、あ、ちょっと短めですね。こちらも読み上げますと、ドラッグセイムス、ドラッグユタカ、ドラッグストアスマイル、アメリカンドラッグ、薬の救命堂、スーパードラッグキリン、主にドラッグストアでこちらが、11月の1日から11月の15日までとなっています。そして今回こちらの5%のポイントバックのキャンペーンも含めて、現在開催中の全店舗対象期間中 ずっとととととと5%還還元元のののキキャャンンンンペペーー合合わわせせてて使使ううこここががででででききまますすな2つ実質10%還元を受けることができますいや、これ嬉しいですよね。残りの細かい情報ですね。上から今回もらえるポイントっていうのは、楽天の期間限定ポイント。そして、1人当たりの上限は500ポイントまでとなっています。で、このポイント自体は、2020年の1月末頃に、新定される予定ということですね。このキャンペーンの注意点としたら2点。必ずエントリーが必須ということ。あとは、キャンペーンの開催期間がバラバラ。 とということですね一応、こちらまとめている通り、ワタミグループは11月の1日から12月の2日、そして富士薬品グループに関しては11月の1日から11月の15日まで、この2点に関しては気をつけてください。 そんなこんなで今回は楽天ペイの5%ポイントバックのキャンペーンについてお伝えさせていただきました。このドラッグストアに関しては、ドラッグストア独自のポイントカードと併用したら20でお得になります。まあ、一応下の概要欄に今回のキャンペーンのリンクも貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。